こんにちは。三井千恵子です。今回は東京汐留にありますビス様の東京オフィスにお邪魔しております。ビスは働く環境や働き方をデザインするワークデザインに関するサービスを提供する企業です。東証スタンダード市場に上場しておりまして、証券コードは5071となっております。働き方の変化の恩恵を受けるビス様の代表取締役社長でいらっしゃいます金谷智弘様にお話を伺ってまいります。金谷社長、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まずは御社ビスの事業について伺いたいんですが、詳しく教えていただけますか？はい、当社ですね、働く人々を幸せにという、パーパスを掲げて事業をやってるんですけども、具体的にはワークデザインという事業を行っております。大きく3つ事業がありまして、まずブランディング事業ですね。こちらは、オフィスデザイン、ウェブデザイン、グラフィックデザイン、こういったものを、その企業の中におけるですね、デザインを、ワンストップでご提供していくというところがこのブランディング事業なんですけども、特にオフィスデザインが当社のコアバリューにはなっていて、オフィスデザインをする際にはですね、例えば企業が引っ越しをする、そういった時に新しいオフィスをデザインするわけなんですけども、そこでそのオフィスビルの物件の検索から実際にデザインをして、設計をして、で家具の選定までして、あと工事をしてですね、あと引っ越しに至るまでトータルでサポートしていくというところが当社の特徴の一つになっています。で、2つ目にデータソリューション事業ということがあるんですけども、こちらは実はワークデザインプラットフォームというですね、ツールを開発しまして、いわゆるそのお客様がオフィスを移転させるときにですね、まずその、いきなりデザインをするんじゃなくて、実際にその会社が今どういう状態なのかとか、どういう働き方をしているか、また稼働の分析とかですね、そういったことを、定性的定量的にいろいろこう分析をして、それを、デザインに落とし込むということを開始したんですけども、そういったこうツールを開発して、それをこう販売していくような、事業になっています。こちらは、今まさに今年開発してスタートしているさなかですので、プロダクトとしても、こう育っていっている期間になりますので、将来のビスの、事業の柱になるべく今やっているというものですね。で最後に3つ目はプレイスソリューション事業と。プレスソリューション、というものがありまして、いわゆるその場所のソリューションということなんですけども、当社でザ・プレイスというですね、フレキシブルオフィスというのを展開していまして、いわゆるシェアオフィス、コワーキング、そういったオフィスが今どんどん増えていますけども、そういったものが併設しているテナント用のビル、こういったものをプロデュースさせていただいていましてですね、大阪にはビル1棟ですね、ザ・プレイスというビルがあったり、今は、渋谷と、名古屋の伏見の方に、ザ・プレイスを構えてですね、こちらに関しては一つ程度のペースで、状況を見ながらですね、展開していきたいなというふうに考えているんですね。でまたそこでいわゆるビルオーナー業、も我々 として経験していますので、割と今コロナが来てですね、ビルのリーシングというか貸し方にいろんな変化が起きています。特に中規模のビルのオーナーさんが空室がこう増えてですね、ちょっとお困りのケースがあったりとかして、そこでビルからの依頼があってですね、バリューアップという観点でその古いビルをですね、リノベーションしてちょっとこう価値あるデザインにして、で入居者をくっつけてですね、で多少こう家賃も付加価値をつけて家賃も上げられるということですね。ということで、リーシングにご支援するような、ものもあってですね、でそこも同じ空間デザインなんですけども、オフィスデザインとね、ビルのデザインと同じ空間デザインなんですけども、空間デザイン、その作ってるものは一緒なんだけど、オフィスデザインっていうのはやはりその働いてる社員さん一人一人のこうエンゲージメントを高める、そういう事業なんですけども、ビルのバリューアップっていうのは、いわゆるそのビルの付加価値を上げるということなんで、同じ空間デザインだけれども、違うことをやっているよということで、その事業としては、今セグメントしているようなところですね。はい、
ありがとうございます。ではまずその事業の柱といえるオフィスワークデザインについても後でしっかりこのオフィスの中も見せていただく予定ですので、はい、しっかり伺っていくとして、この後事業の柱に育っていくであろう働き方のコンサルティングも含めたワークデザインっていうところに取り組まれているということなので、もともとはデザイナーズオフィスに注力されていたのがワークデザインへと領域を拡大されたっていうそのいきさつについて伺ってもよろしいですか？そうですね、働き方そのものっていうのをデザインしていくといってもですね、はい、かなり広い範囲になっていくんですよね、うん、その中で我々がそのオフィスデザインをやっていて、はい、働く人々を幸せにするというところで本当にものづくりをしてですね、お引き渡しをして引っ越し当日社員の皆さんが本当に喜んでくれるんですよ、うん、もうこんなところで仕事ができるのかっていう感じでですね、でも自分が働くオフィスがすごく素敵になってたら、はい、テンションも上がりますし、やっぱり嬉しいですよね、素直に。そうですね、もうまさにそうなんですよ、はい、でそういった中で事業のやりがいを感じてきてるんですけども、うん、やはりですね、その人っていうのは慣れていきますし、はい、その素敵な空間で仕事をしていてもですね、やっぱりその上司とのね馬が合わなくてちょっとこう鬱になるとか、仕事がもうとにかく忙しすぎて体調不良でもう辞めちゃうとかですね、そういうやはりこうせっかく企業のブランドを作っているのにその企業のこうリテンションを防げないとかですね、そういった問題があるなというふうに感じていたんですね。なるほど、そこがあったら申し訳ないですけど、箱というかオフィスっていうものをすごくより良くしても、じゃあ中のものがうまくいってないと自分たちが作ったものがちょっとこう残念なことになってしまうから、じゃあ中も取り組もうみたいな風になったってことですか？はいはい、ただ冒頭に申し上げたように、はい、範囲が広すぎるので確かに人的資本という、ね、ところに関してはだからこそ、うちとしてできることっていうふうに考えたときに、やはりその働く人々を幸せにというパーパスがありますんで、働いている人たちがこう自分らしくその生き生きと自己実現できるような、そういう会社とかね、働き方、選択ができる、そういうワークプレイスというかですね、それを提供することがワークデザインにつながるんじゃないかということで、オフィスデザイン一つとっても、人間関係を良くするとかですね、うん、その一人一人の自己実現でじゃあオフィスデザインだけでできるのかっていうところなんですけども、それでもコミュニケーションを増やす方法とかですね、その会社で働いている意味、要はそのカルチャーだとかビジョンみたいなものが、本当に毎日こう感じることができればですね、その方々がそのオフィスで頑張る意味になってきてですね、その会社に属していて、その会社で属して仕事をしながら自分の力を発揮する場所がたくさんあって、そこで自己実現していくというのがこのワークデザインの大元の考え方なんですよね。なるほど、なんかワークデザインでこうオフィスが綺麗にっていうと、なんとなくこうおしゃれなオフィスになればいいのかなって安易に思ってしまっていたんですけど、それだけじゃなくって、その企業ならではの働く側がその企業で働く意義をコミュニケーションでと動線とかも関係あるのかななんて思いますけど、そういう仕掛けというのがプロならではの技であるっていうことなんですね。そうですね、はい、ちなみにそのワークデザイン全体がより良くなっていくと、そのクライアントさん側としても今すごく注目されている人的資本、人がついてくれるとか、はい、いい方が来てくれるみたいなところにも貢献できるっていうようなイメージでよろしいですか？そうですね、その、我々がこうご提供するオフィスの中でプラットフォームツールを使うことによって、その働きがいとかやりがいとかですね、はい、あとはそのカルチャーの浸透、あとそのウェルビーイング、あとそのこう場所の満足度とかですね、そういったものがスコアリングできるような状態になっていてですね、そのスコアによって、移転前はちょっと低かったけど点数が、はいはい、移転後はすごい爆上がりですよみたいなこととかがこう定量的に測れますので、そういったことでじゃあやりがいちょっと下がってんなって時に、じゃあその、管理職の皆さんに例えばワンオンワンコミュニケーションをね強化しましょうとか、ちょっと残業が多い、例えばウェルビーイングが落ちてるとか、うん、みたいな時に、じゃあ残業対策しようとかですね、そういった社員の状態を見ながら、じゃあ次どういう対策していこうかっていうコミュニケーションにつなげていけるんじゃないかなというふうに考えています。なるほど、
数値で分かると対策も立てやすいですね。そうですね、こうなんとなくっていうのがなくなるのはすごくいいなと思いますが、そのオフィスデザインのところだと先ほど一番最初のところで一気通貫でデザインからできるっていうのが強みっておっしゃってたんですが、はい、そういうことができるようになったのは最初から、まあ、狙いすまして一気通貫でやろうっていうふうにやられてたんですか？そうですね、事業の開始が、2004年、19年前ですけども、はい、その時にやはり設計をして施工をする、うん、で施工をして、まあ、一番最初の本当に会社さんはですね、家族経営のような小さな会社だったんですけども、そこでじゃあ荷物の運び出しとか、じゃあそれをまた戻して最後完成して引き渡しまでっていう、いわゆるまあ住宅的な感覚でそのオフィスをまるっと作ってですね、でいろんな協力会社さんがいますから、うん、協力会社さんに、まあ、協力していただきながらですね、案件をするというようなところが、まあ、スタートでした、うん、なんかチームで一気通貫にしていくみたいなイメージですかね。はい、自社だけだとなかなか全部、ね、できませんので、そこはもう設計をして施工管理までするというのが当社の、まあ、機能になります。はい、今は自社でやられてるんですか？いや今も協力しながら、はい、でもそのチームワークで今後もやっていくようなイメージですか、それとも自社でできる限りやっていきたいみたいなイメージなんでしょうか？そうですね、まあ、会社のブランドっていうのもありますし、ビスのブランドはいわゆるこう働く人々を幸せにっていうのをそのクリエイティブの力でソリューションしていくっていうような思いがありますから、まあ、そこでまあ工事まで、全部自社で請け負ってやっていく、どうしてもその現場寄りというかですね、うんうんうん、そういったテイストも会社の中で出てきますし、いろんなそのまあブランドというところと、うちの強みということで考えるとですね、ここは まだその協力会社さんと一緒にやりながら切磋琢磨していく方が、まあ、お客様にとってのなんかクオリティにはつながるかなと思うんですよね。はい、ありがとうございます。ただこうお客様からすると一気通貫で任せられるっていうのは、はい、そしてビスさんが監修って言ったらちょっと違うかもしれませんけど、全てをこう、まあ、責任持ってくれるって思うと安心感もありますよね。そうですね、はいはい、ではそのビスのブランディングというお話が出ましたが、どういった強みがあるのか、百聞は一見にしかずでオフィスをご覧いただいた方が分かりやすいかと思いますので、新オフィスを見せていただきながらお話を伺ってまいりたいと思います。では行ってみましょう。これは、まあ、エントランスになってまして、はい、こちらはロゴなんですけど、これ実は今年の4月にリブランディングをしてロゴマークから変わったんですよ。で25年使ってたロゴを変えて、これ1年目のなんですけど、でポイントはリーディングドットっていうこの I のドットを少し前にシフトすることによって、はい、お客様を牽引するとかですね、こう少し違った視点で物事を捉えて、クリエイティブソリューションしていくと、そういう意味合いがありますので、このブランドが割と随所に落とし込まれたオフィスになっています。広々としたオフィスですが、金谷社長は2004年の東京オフィスの前のオフィスの立ち上げからされていて、しかもバリバリ働いてこられたっていうことを伺っているんですが、新しいオフィスできて率直にいかがですか？そうですね、まあ、まだまだこれからね成長したいっていう気持ちは強いんですけども、ぶっちゃけ感無量です。そうですか。はい、今こう社員の方が働いてるのが多分皆さんよりも私たちの方が見えてると思うんですけど、それぞれがこう集中されている、集中できる環境だけど一人じゃないというか、なんかそれぞれが集中できる環境をこ うまく作られてるんじゃないかなっていう、そういうなんか狙いすましてデザインを作ってるような、そういうイメージでよろしいですか？ありがとうございます。オフィスのコンセプト自体がもともと私たちが主役っていう言葉がコンセプトなんです。皆さんが主役ってことですね。はい、なのでその決まった設計されたものにハマっていくんじゃなくて、自分は今日こういう仕事がしたいからこの場所で仕事しようみたいなことを自分が選択できるような、そういう考え方で設計させていただいています。なのでいろんな要素の壁があったり場所があったり、ちょっとした壁があって囲われたりとか、やっぱりね、100人いれば100通りのなんか趣味思考があるので、ありますよね。で
多様化するその働き方とか多様化するこう人材において、やっぱりそこでなんか人づくりできないなっていうのがありましたので、でこういうようなデザインでみんながこう選択できるようなものにしました。ご覧いただければお分かりいただけると思うんですけど、ちょっと皆さんに見えてないところで言うと、こういうなんかソファーの席があったりですとか、あとこうカウンターの高い席があったりですとか、あのカフェでノマドウォーカーとかっていう話、あの働き方がすごくコロナの後注目されたと思うんですが、なんかそれをオフィスの中で体現しているようなイメージですかね。そうですね、まあ、あのテレワークも実施しながら働いてるんですけども、はい、やっぱりオフィスに来るときっていうのは、もちろんその同じチームとか同じプロジェクトをやっている仲間、これはもうもちろんコミュニケーションが必要なんですけども、それ以外のメンバーたちともやっぱりこう気軽に雑談したりだとか、調子どうかなとかっていうことで、まあ、やっぱり仲間が集まってますので、あのそういうことを感じてもらいたいんですけど、改めてオフィスに、ね、こう来て仕事するっていうのは、あの他の人とこう交わることで、自分がそのチームの一員になったりコミュニティ化する、そういったつながりというのがこのオフィスで働くといいだなという感じで、まさにあの御社が大事にしているワークデザインというのも粋が集まっているのがこの東京オフィスみたいな、はい、今、まあ、当初で一番新しい考え方で作りましたので、ありがとうございます。こうやって視聴者の皆さんと一緒にスペースちょっと見せていただいたんですけれども、この東京オフィスには例えばクライアントさんとか、あのご覧になったり来社されたりするんですか？そうですね、やっぱりあの働き方そのものを見ていただいて、やっぱりいいなっていうかね、新しい働き方、あ、こういう風にしたいなって、あの実際に、まあ、見ないとわからない方が多いので、もうどんどんこう指してですね、営業に使っていきたいというふうに感じてますね。なるほどですね。あの皆さんにも少しこうご覧いただいたと思うんですけど、実際にこう見ていただくと、本当にあの社員さんがそれぞれあの集中されたりご自身の時間を大事に過ごせる場所っていう感じがするので、あのなんかこれ自体が巨大な営業ツールって言ったら変ですけど、なんかそんな印象を受けました。そうですね、もう本当にまさにあのそれなりのコストもかかってますので、あの自分たちが居心地よく仕事をするだけじゃなくて、やっぱりここであの得た体験をお客さんに提供する、これがその先のゴールなんですね。でここのオフィスに移転してくるまでの、まあ、前のオフィスは7年そこで過ごしてきたんですけども、まあ、そこであの上場も経験しましたし、そこで僕自身も常務から社長になって、すごく思い出深いオフィスであってね、はい、でビスも今250名ほどの会社なんですけども、その東京オフィスでいうと、その、ね、前のオフィスで、採用したメンバーがおよそ半分以上いたんですよ。と、うんうん、いうことはまだオフィスを移転するということを経験してないメンバーが大半いて、それで普段お客さんのオフィスをあの提案するっていう、なかなかね、確かにそうですよね、そのレベルまでなんですよ。自分が実感してないものとか、はい、自分がいいって思ってないものはちょっと売りにくいみたいなことですね。はい、まあ、それでもいいと思ってね、みんな信じちゃってるんだけど、それと実際に自分がここのオフィスに移転してきて、うん、うわすごいなとか、うわここのオフィスで働けるんだっていう、これってもうね、何かで読むとか聞くよりもめちゃめちゃ経験値が上がるので、まあ、そういったあの社員の経験値を上げるという目的もかなり、あの初日見たときにもう本当にみんなが嬉しそうにこう、ね、はしゃいでいて、こんなオフィス作ってくれてありがとうございますとかね言ってくれたことで、そのまあ経験値が上がって、あ、次のまた事業拡大にこれつながるなっていうのはもう確信しました。いやでもビスのこのビジネスモデル自体もあのやっぱ技術力とか経験力っていうのが大切なものだというような、あの今日印象を受けましたので、あのそういう意味でも若い人材がこうやってたくさん、平均年齢32歳という、はい、そういう企業であるっていうこともビスの一つの魅力ですよね。そうですね、あの、まあ、若いメンバーがいながらも一方であの資格を持ったメンバーとかデザイナーとかですね、うん、こう業界の経験をしっかり、作ってきたメンバーもいるので、まあ、その辺がこういろいろ入り混じることによって、うん、あのシナジーが生まれてですね、デザイナーはデザイナーでこうずっと決まったやり方でやってきてこうだよっていうその、ね、経験の中に新しい風が入ることで、あ、こんなに頑張ったやつがいるんだったら俺もちょっともうちょっと頑張ってみようかとかですね、切磋琢磨できるあの環境になってますので、
はい、そういった意味であのこう人への教育とかですね、あの研修とかそういったものもあの力を入れている会社だなと思います。ありがとうございます。オフィス見せていただいてありがとうございました。ではここからは落ち着いた環境で決算についても伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずあの足元では四半期の売上高営業利益ともに第一四半期では過去最高という強い数字になっていますが、その好調の背景について教えていただけますか。そうですね、まあ、あの案件の数というよりは案件の規模がですね、まあ、年々大きくなってきているというところが、まあ、背景としてもございまして、まあ、プラスですね、この受注率というところにもかなりその KPI を置いてましてですね、そこでこうプロジェクトに関わる、この取り組み方だとかですね、はい、メンバーのアサインの仕方みたいなことをいろいろとこう試行錯誤しながらですね、受注率も上げていっておりますので、まあ、その結果ですね、過去最高という数字につながったということなんですね。はい、はい、あのまあ、ただ、まあ、B2B の その事業やってますから、基本はですね、その、まあ、第4四半期いわゆるそこ3月に売上が集中していくっていうことも、まあ、傾向としてはね、ある毎年あるんですけども、そこでガーッとこうお仕事をやって、で落ち着いた4月5月6月この辺はまあ割とこう静かなクォーターになりがちなんですけども、まあ、今期に関してはある程度そういった流れを受けながらも、案件に恵まれたというなところが正直なところですね。はい、ありがとうございます。今言っていただいた好調の背景っていうのはなんか今後も続きそうだなというような感じがしたんじゃないかと思うんですけれども、はい、2024年3月期というのも増収増益の見通しとなっているわけですが、なんか成長面というところで注目すべきポイントっていうのはどんなところにあるんですか。そうですね、実はまあ昨年度から今年度に行くにあたってですね、本当にこう2% ほどの成長ということで、まあ、業績予想させていただいたんですけれども、まあ、実はさっきに昨年度にですね、まあ、10億円を超えるような大型の案件、これが1案件ですね、そういったまあ、お仕事につながった背景がありまして、昨年度がですね本当に予算に対して 120% というような結果になって、まあ、できすぎたようなところ、実はそうなんですね、社長からするとちょっと良すぎたみたいな感じですか。いや、まあ、ありがたかったですね。はい、まあ、でもその背景を受けながらも、はい、じゃあその実績に基づいて、うん、じゃあ平均年成長率 10% というような計算を当てはめてしまうと、やっぱ組織がまだそこまで育っていない中で、数字だけを、ね、追い求めるようなことになってしまう、まあ、それによってこう社員が疲弊したりとかですね、思うようにこう育成していかないというような、まあ、リスクもありますので、その特需だった大型の案件をこう、まあ、差し引いて、考えたときに、まあ、10% 程度の成長というような業績予想を立てさせていただいているので、昨年対比でいくと、まあ、ちょっとしか伸びがないというふうに、まあ、見られがちなんですけども、順調に中長期的には推移しているというふうにご理解いただきたいなと思います。なるほど。となりますと投資家としてはこう足元で成長力のある銘柄だなということで注目されている方多いんじゃないかと思いますが、成長力はありつつも安定成長っていうところを社長は見据えてビジネスをしている会社なんだよというふうにご理解いただければいいというようなことですかね。ありがとうございます。そして冒頭でもちょっと成長性というところですごく気になっていた今年4月にスタートしたワークデザインプラットフォームについても再度お話を伺いたいと思うんですが、ここの成長性というか、まあ、強み内容についてどういうところを押さえておいたらいいのか教えていただけますか。そうですね、まあ、いわゆるそのものづくりだけじゃなくて、はい、作ったものに対する根拠と、まあ、そのお引き渡しが終わってお客さんが使い始めたそのオフィスがその作っておしまいじゃなくて、使い始めたオフィスをアップデートさせる、そういったツールになっているんですね。で先ほど申し上げたようにその、ワークスタイルのサーベイ、まあ、そのスコアリングによって、まあ、社員さんの状態をこう可視化するようなサービスになっています。で実際に、まあ、そのコロナが明けてですね、
オフィスをなんとかしないといけないというような考え方の大手さん中心に、今年の5月以降ですね、いろんなその働き方に対する動きが出てきているんですね。その中でも、まあ、じゃあどういうのように動いたらいいのかわからないっていう会社も、まあ、中にはまだまだいてですね。そうですよね。まあ、例えば展示会なんかにこの出展をしてですね、このワークデザインプラットフォームの、リリースをした際にも、どちらかというとこう中小ベンチャーじゃなくて大手のお客様から、あ、こういうの待ってたよとかですね、でこれによって一旦そのオフィスの働く健康診断をしてみて、でそこで出た答えに対して、じゃあ次どう進んでいくのかっていう、こう方針立てに使いたいとかですね、そういった声が本当に多数寄せられまして、ちょっと手応え感じてるんですね。で今実際、まあ、サービス立ち上げていろいろお客様に、まあ、お試しにも使っていただくような期間にしてるんですけど、やっぱりやっていただいたお客様は本当にこの数字自体を中継のね、ところにこう落とし込みながら使わせてほしいとか、確かに、はい、で、まあ、その、まあ、プログラミングというそのプラットフォームを使ってサーベイをやった中にですね、実際、まあ、こう社長なんかもそこに入ってやることで、まあ、自分の考えていることがすごくこうなんか体系的にまとまってきましたとか整理されたみたいな声もいただいてるので、まあ、マネタイズはこれからっていうところなんですけども、非常に手応えを感じていると。そのオフィスのデザインっていうのとは別に、はい、それだけのサービスとしても需要がしっかりあるっていう。そうですね、ことですかね。まず、まあ、我々 その先ほども申し上げたコアバリルが、はい、オフィスデザインということ で、うんうん、でまずはそのオフィスデザインのタイミングで、まあ、For New Office というプランがあって、このオフィスを、まあ、新しくしていくのに、まあまあ、ショット型でですね、このプラットフォームをお使いいただくというサービスがあるんですね。でそこを使っていただきながら、まあ、じゃあ引っ越しが終わって、新しい環境で働き始めたその次のそのステージに向けて、4アップデートというプランもあってですね、それはまあこう月間のサブスクのモデルで、はい、売り上げが立っていく、ストック型ビジネスで、はいはい、そういうのをこの両面でですね、作っていこうかなというふうに感じます。なるほど。そうなるとオフィスデザインで縁があったお客様の、まあ、囲い込みじゃないですけど、そういうのにプラスやっぱストック型収益っていうのが乗っかっていくと、まあ、投資家としてはすごくさらに魅力のある企業になっていくんじゃないかなというふうに思うんですが、そういった認識でよろしいでしょうか。間違いないです。でそこが競合他社との差別化にもなるっていうふうに考えていいですか。はい、まあ、間違いなくなりますね。そのツールを持っているのは当社しかありませんので、はい、はい、ありがとうございます。そこがプラスですね、はい、このデザイン業界というのはコンペ、いわゆるその、うん、まあ、3社4社、うん、お客様はデザイン見たいということで、まあ、比較検討されるんですけども、まあ、このプラットフォームでデータをこうしっかり握りながら、じゃあ次のオフィスのタイミングはいつですね、じゃあその会社さんの課題はここですねということで、こう伴走していってですね、そこでこう争って勝つというよりかは、一緒にお客さんとこう伴走して寄り添って勝つって感じですかね、はい、だからそういったモデルを自分もイメージしてこのビジネスをまあ生んでるんで、まあ、そういう未来があるといいなというふうに思ってます。それが例えばこう数字に乗っかってくるみたいなところはもうちょっと先ってことですよね。そうですね、ですよね。まあ、今期の業績にはそこまでインパクトは出てきませんが、まあ、遅く来期以降それはこうアクセル踏んでですね、まあ、期待していただければなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと思わず数字の話に熱が入ってしまいましたが、ただ御社のこのオフィスをデザインしていくとかワークデザインをしていくっていう、そういうビジネスはこう人材が大切な昨今、また社会問題でもやっぱりその働き方っていうところがフォーカスされることが増えてきた中で、社会的な意義もあるビジネス、持続可能なビジネスだと思うんですが、そのワークデザインっていうところに対する思いとかお考えについて改めて伺ってもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、事業が立ち上がった頃は、まあ、かっこいい空間を作ってね、喜んでもらって、まあ、ハッピーだねっていうようなことでみんなこうバイバイ事業やってたんですけども、やはりその働き方改革っていうのと、まあ、労働力の減少、
ですよね、まあ、日本全体の人口もこう、まあ、あの減っていってますし、働き手が減っていくという中で、それでもあの企業というのは優秀な人材を確保していかなきゃいけないと、みんなが確保したい時代ですよね、はい、もう本当に採用の業界がねすごく今盛り上がっていると思うんですけど、はい、そんな中で、まあ、自分たちがやってる事業っていうのはやはりその企業で働く理由、働く意味っていうのがそのブランドだというふうに信じてそれを展開しているので、やっぱりそういうこう日本の生産性をね上げるということに対して、まあ、微力ながらも貢献できているんではないかなというふうに感じていますね。ありがとうございます。それでは最後に金谷社長の思い描くビスの将来のビジョンについて伺ってもよろしいでしょうか。はい、そうですね、この事業19年やってきまして、やはり日本中のですねオフィスが、こうデザインを入れたオフィスで、ね、かっこいいオフィスを作って、こう社員のみんながですね本当にやりがいを持ってその会社で働くという社会を作っていきたいなというふうに、考えています。でそのためにはですね本当に当社としても、人材を採用して、でプロフェッショナルな人材を育成してですね企業としてこう強く、作っていく必要があるわけなんですけども、一方でですね、こう多様化していく働き方っていうことにも、自分たちもですねそれをこう実体験を通してレベルを上げていく必要があるなというふうに考えているので、例えば今まではですね営業隊とプロジェクトマネージャー、そしてクリエイター、こういった人間がメインの会社だったんですけども、じゃあそれを事業を加速するためにじゃあエンジニアがその辺を歩いているとかですねデータサイエンティストがいるとか、そういういろんなこう採用を通じてですね、こう多様化する働くということをこう提案できるね会社を作りたいなというふうに考えていますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ビスさんはおしゃれなことされてるなっていうようなイメージの方いらっしゃると思うんですけど、働き方のコンサルティングという新たな成長の芽も育ってきていて、引き合いもありそうで、なおかつシナジー効果もある、そして人材っていう社会の大事な課題に対する貢献もされていく企業だという見方でね、今後ぜひウォッチしていただければ、そういう銘柄探している方には見逃せない銘柄なんじゃないかなというふうに個人的には感じました。金谷社長、今回は本当にお話いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。